グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。ミランは、イタリア代表 GK、ジャンルイジ、ドン、ルンマを放出することが濃厚となったのか、知れない。代役となることが見込まれるリーのフランス代表 GK、マイク・メニャンの加入決が、秒読み段階に迫ったと報じられている。今、ズンの AC ミランはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、医師、ガゼッタでロスポルトなどが報じたところによれば、ニャンは、現地時間24日夜に、ミラノに到着。25日朝は、ミラン加入に向けた、メディカルチェック、ため病院に姿を見せたと伝えられている。現、25歳のメニャンはリールで、政治系として活躍し、2020-21シーズンにはパリ・サンジェルマンを抑えてのグアン優勝に大きく貢献。昨年10月にはフラス代表デビューも飾り、ユーロ2020に向けたメンバーに招集されている。メニャンの加入により、ミラでレギュラーを務めてきたドンナルンマは、ダンの可能性が高くなることが予想される。今、6月で契約の満了するドンナルンマは、延長に、桁交渉が合意に達せず、ユベントスやバルロナなどからの関心も噂されていた。16歳でのロデビューからすぐに、レギュラーに定着し、ドンナルンマは、ミランの若き守護神として、3250試合以上に出場してきた。まだ22歳と若い、リア代表 GK は、新天地へ向かうことになるのだ。うっか、りょう。